く。ニコロ君、ベント宮に何を。サシャを殺したのはこいつです。あなたの娘さんの命を奪いました。まだガキですが、厳しく訓練されたマーレの兵士です。マーレから退却する飛行船の中で、こいつがあなたの娘を、サシャを撃ったんです。娘。ブラウスさん、どうぞ。あなたが殺さないなら俺が殺しますが、構いませんね。やるな、下がれ。ただサシャの仇を撃つだけだ。そこを動くな。やめて、ファルコは違うの。この坊主はお前の何だ。お前をかばってこうなってるな。お前の大事な人が、俺にも大事な人がいた。エルディア人だ、悪魔の末裔だ。だが彼女は誰よりも俺の料理をうまそうに食った。このクソみたいな戦争から俺を救ってくれたんだ。人を喜ばせる料理を作るのが本当の俺なんだと教えてくれた。それがサシャ・ブラウス。お前に奪われた彼女の名前だ。私だって大事な人たちを殺された。そのサシャ・ブラウスに撃ち殺された。だから報復してやった。先に殺したのはそっちだ。知るかよ、どっちが先とか。目を覚まして、あなたはマーレの兵士でしょ。きっとその悪魔の女に惑わされてる。悪魔なんかに負けないで。ニコロ君、包丁を渡しなさい。さあ。サシャは狩人やった。ごめん頃から弓を教えて、森で獣を射て殺して食うてきた。それが俺らの生き方やったからや。けど同じ生き方が続けられん時代が来ることは分かっとったから、サシャを森から外に生かした。で、世界はつながり、兵士になったサシャはよその土地に攻め入り、人を撃ち、人に撃たれた。結局森を出たつもりが、世界は命に奪い合いを続ける巨大な森の中やったんや。サシャが殺されたんは森をさまようたからやと思ってる。せめて子供たちはこの森から出してやらんといかん。そうやないとまた同じところをぐるぐる回るだけやろう。だから過去の罪や憎しみを背負うのは我々大人の責任や。ニコロさん、弁護を話しなさい。よし。